皆さん大変長らくお待たせいたしました。ただいまより今シーズンで現役を引退いたします三輪正義選手によります、ファンの皆様にご挨拶をさせていただきます。三輪選手、ファンの付近へお願いいたします。いろいろ考えてきたんですけど、こんななるなんて思ってなかったんで、遠い、ここ、なんか全部飛んでます、喋ろうと思ったことが、ただ、本当に、こういう場を設けていただいたヤクルト球団の関係者の皆様、本当にありがとうございます。それと、大変お世話になった、小川監督、高津監督、真中前監督、それと宮本コーチをはじめコーチの方々、12年間お世話になったコーチの方々、本当にありがとうございました。そして僕みたいな選手に、応援をたくさんしていただいたファンの皆様、本当にありがとうございました。それと、地元山口にいる恩師と、毎年オフには、練習に手伝っていただいた、友達に、本当に感謝したいと思っています。それとチームメイト、先輩後輩、同級生、本当にたくさんいじってもらいました。ここでは言えないこともたくさんありましたね。青木さん、いっぱいありましたよね。それと後輩、これは本当に舐めた後輩が多かったです。名前を挙げればキリがありませんが、川端、荒木、山崎、各世代にわたって、舐めた後輩が多かったです。ただ彼らのおかげで僕は、とても、楽しい野球人生を送ることができました。本当にありがとう。それと、今日来ていますが、僕に初めて野球を教えてくれた父と、こんなちっちゃい体ですけど、強く産んでくれた、今は天狗にいますけども母に心から感謝したいと思います。それと最後に、妻と大好きな娘2人に、感謝したいなというふうに思っています。妻がいなければ、僕はこうしてここまで、12年間も野球を続けることはできませんでした。なので妻には本当に心から感謝したいというふうに思っています。それと、これから、の人生、その方々に、恩返しをする意味ではこれからの人生、僕がどう歩んでいくかが大事になってくると思います。そのこれからの人生を大事に歩んでいくために、努力をし続けてこれからも頑張っていきたいと思います。最後に、ヤクルトファンの皆様、これからもヤクルトスワローズの応援をよろしくお願いします。そして、近い将来ここにいる後輩たちが必ず優勝をしてくれると思っていますね。塩見くんですので、これからもヤクルトスワローズに熱い声援をよろしくお願いします。皆さん、10年間ありがとうございました。それでは、行ってきます。あ、カードは後でいいです。カードは後でいいです。行ってきます。さあ、それでは皆さんのフィールドに引き続き注目しましょう。ナンバーシックス、メッセヨシミワ。
馬が行いました。最後は得意技の一つ、雨の中のヘスラで現役生活を締めくくってくれました。では松吉選手、12年間本当にお疲れ様でした。Yeah.
以上をもちまして三輪正義選手の引退セレモニーを終了させていただきます。皆様、本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。皆様、どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。